どうもー、世界数少ない100億人のカラコアの皆さん、おはようございます。10月30日の朝です。はい、今6時半なんですけど、今日はね、もう5時に起きてすぐ動画編集をやっております。はい、あの昨日打った刑事執行があまりにも楽しかったので、ちょっと早くそっちやりたいなという気持ちが抑えきれずに早く起きたという少年のような心を持った私でございます。はい、そうですね、これから今編集作業やってるんですけど、こんな感じね。もうちょっとやって朝ごはん食べて、しっかりやっていきたいなと思ってます。はい、できれば午後からパチンコ打ちに行きたいんで、はい、早めに終わらせて、パチンコ行くという今日もハッピーな一日でございます。はい、行ってきます。どうもー、こんばんは。はい、今日の報告、今日はですね、朝午後はお店に行って打ちたいなと思ったんですけど、昨日打った刑事執行が編集しててめちゃくちゃ楽しくてね、楽しくなりすぎて夢中になっちゃってパチンコは家に行けませんでした。はい、ただまあ執行ともう一本動画ね、できたので、まあ良かったんじゃないでしょうか。ここの泊まってるホテルのね、大浴場にも行けたので、はい、なかなかいいところでございました。うん。今演出の動画結構上げてるんですけど、まあ結構、パチンコの勝つ方法みたいなのを教えてほしいっていう声をいただけてるのって、上げたいと思います、近々。まだ撮ってないですけど、はい。ただ、ちょっと福島かなり状況いいんでね、あと1週間福島、2週間ちょまあ長くて10日ぐらいかなしか入れないので、今はちょっとなるべく打って収支を上げておきたいなというのがね、まあ僕だけじゃなくて特に西村さんの意見が強いので、はい、ちょっと待ってください。はい、まあ次行った栃木、おそらく福島より良くないと思うので、まあこれも状況次第なんで何とも言えないですけど、その時に、発信していきたいなとは思っております。はい、うん、明日は、西村さんが合流しますね。午後12時ぐらいに迎えには行きゃしなせんけど、はい、ホテルで待ってます。はい、うん、何日間か西村さんが離れて寂しかったです。何でしょうこの気持ちは。待ってます。はいはい、明日も頑張ります。バイバイ。チャンネル登録